ブラックファックスブラックファックスエイジオブザ忍者ブラックファックスエイジオブザ忍者は2019年の日本映画同年10月5日公開のアニメ映画ブラックファックスの連動企画で実写版として制作された特撮アクション時代劇アニメ版の主人公のイスルギリズ花の先祖の江戸時代の女性忍者の活躍を描くエピソード0脚本はアニメ版と同じく 林直樹が手掛け、監督は坂本孝一、主演は本作が初主演作となる山本千尋。まだ日本に侍や忍者が存在した頃、報酬次第であらゆる任務を請け負う忍者一族、狐の実機投手として育てられたエスルギリツ花は狐を探して山中を彷徨っていた少女宮と出会う。突如襲来した戦闘集団。 ネゴロ衆によって、父、旅連を殺されたミヤは、キツネの六代目当主にしてリツハナの祖父でもある、イスルギ氷園にあだちを依頼する。生来の優しさから人命を奪うことに、抵抗のある、リツハナは、依頼を受諾した氷園に異議を申し立てようとするが、そこにミヤを狙うネゴロ衆が奇襲をかける。激しい戦いは双方痛み分けの形で終わったが、リツハナは、 当主の決定に口を挟んだとがとして、雑用をさせられてしまう。不器用な律花を見かねて、助けに入ったミヤと共に雑用をこなすうちに、律花はミヤと友情を育んでいく。しかしその間にも、ネゴロを操り偶を狙う何者かの陰謀は、進んでいた。果たしてミヤを狙う者の正体、そしてその目的とは、すべての真実が明らかになるとき、 リツハナは友を救うため決死の戦いに挑む。2019年10月5日より日本の20を超える動画配信サービスにて配信開始。京都国際映画祭2019特別、招待部門に出品され10月19日にワールドプレミア上映。第29回映画祭多摩シネマホールムにて12月1日に東京初上映。 12月13日及び12月14日に台湾、台北の家電商業施設、山荘生活園区にてイベント上映。12月16日に東京、新宿バルト9で外線上映が行われた。12月18日にブルーレイ及び DVD が発売された。BS 富士で2020年3月21日14時15時55分に放送された。 ありがとうございます。